疲れ様です。お疲れ様です。また会おう。さらばだ。さらばだ。いや、それ使いにくいな。じゃあ、お疲れ様です。はい、じゃあね。はい、どうもこんにちは。仮面イケメン不思議ちゃん、底辺 YouTuber 友の会、童貞悪魔荒北仮面さんと、キングオブスイーツカズホさんだ。パーリーピーポーヒデキンは用事があるってことで帰っちまった。残念だ。俺たちが今なぜ秋葉原にいるかって、それはこの天気を見てみろ。空は雨模様。チームプラプラチャンネル極悪同盟カルロスが台風24号を日本に呼び寄せちまった。今日は本来なら千葉県房総半島コラボサイクリング行く予定だったが、カルロスのせいで予定が狂っちまった。そんなわけで今日は特別企画、俺様が超絶片思いしている人気女性 YouTuber 真野ゆりやちゃんが秋葉原で撮影会をやっているっていう情報を手に入れたので秋葉原へやってきたぞ。そんなわけで今日は真野ゆりやちゃんが現れる予定のスタジオ近くを徘徊してファーストコンタクトを図ろうと狙っている。そしてただ真野ゆりやちゃんを探すだけじゃつまらねえ。そんなわけで新企画、この俺様のチェレステ仮面をかぶったまま秋葉原の街を歩き、おまわりさんに職務質問されたり、ラファエルだって言われたら即終了。真野ゆりやちゃんを探す散歩の旅は終了だ。つうわけで秋葉の街をこっそり徘徊していこうと思う。じゃあ散歩行ってくるぞ。てか俺様、秋葉原へ来るのは実に5年ぶりだ。まあ中央通りをな、車で通り過ぎたりロードバイクで通り過ぎることはよくあるんだが、乗り物を降りて秋葉原の街を歩くなんて5年ぶりだな。なんか懐かしい。懐かしい中に全然知らない景色が点在している。5年通月日が時の流れを感じさせてくれるな。秋葉原には若き頃の思い出がたくさんあるが、まあ、そんな話はどうでもいいか。じゃあ散歩の続きだ。まだ俺様たちを発見してラファエルなんつってくる一般ピーポーは一人も現れねえ。お目当ての萌えグッズを買い漁っているオタクの皆さんは俺たち底辺 YouTuber なんか見向きもしねえ。こんなに目立つ格好してんのに素通りじゃねえか。なんて日だ。この先の路地を右折すれば萌えが凝縮したような萌え萌えキュンなドリームランドが広がっているぞ。メイドさんで溢れかえっている。うわー、すっげえなー、めっちゃかわいい。俺様、サイクルホリックのかわいいキャストさん、ゆうなちゃん以外には萌えねえって決めたのに、秋葉原に来るとついつい萌えちまいそうになる。だが我慢だ。俺様はゆうなちゃん一筋。萌えに関しちゃゆうなちゃんを超える女の子はいねえぞ。そしてエロの極みはもちろん今探している真野ゆりやちゃんだ。早く真野ゆりやちゃんに会いてえな。お、いたしゃ、いいんじゃない。あ、おでんかん、ほらあるおでんかん。キャプテン翼もあるよ。なにこれ、冷て。あ、キャプテン翼のおでんかん、いらねっか、おでん。まあちょっと後で考えよう。今日は雨が降ってジメジメしている。そしてさっきはバッティングセンターで暴れてきたからちょっとな、汗だくだ。おでんかんはちょっとな、熱すぎる。今は干していねえ。んじゃ、真野ゆりやちゃん探して散歩続けていくぞ。萌えとメカが点在するこの通りも随分景色が変わっちまったな。俺様がかつてコスプレイヤーだった頃通っていた店もなくなっちまってる。
現在工事中だ。寂しい世界になっちまったな、秋葉原。俺様の思い出が一つずつ消えていってるみてえだ。そしてマノユリアちゃんが現れる予定のスタジオがこの先約500メートル先だな。まだまだ遠い。じゃあ散歩続けていくぞ。和牛バーガー、なんだ和牛バーガーって。どれそれ、なんか看板とあの看板とその下の店の雰囲気合ってないけどね。カフェってなってますね。あ、でもここなんだね、多分ね。これ良さそうだね。後で行く。ここ和牛バーガー、もう和牛バーガーに決まりだね。ケバブもな。ケバブはちょっと立ち食いになっちゃうし、雨降ってる日はちょっと嫌だね。チェキ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 。ちょっと面白かった。今日は底辺 YouTuber 友の会、仮面イケメン不思議ちゃんの3人でカラオケを3時間楽しみ、その後バッティングセンターで大暴れしてきた。つうわけでこの肉にまみれた通り、俺様たちの胃袋を刺激してくれる。今日のランチの候補地はさっきの和牛バーガーでほぼ確定かな。ケバブ屋の兄ちゃんもノリノリでちょっと楽しそうだったが、今はケバブって感じじゃねえ。肉汁たっぷりの A5 ランクの和牛バーガーが食いたくなっちまった。そんなこと言ってる間にマノユリアちゃんが現れるスタジオ、もう 300m 切ってる。ここにいるぞ、荒木高面は。マノちゃん、こっちに来い。なんだかんだやってるうちにマノユリアちゃんが撮影会をするっつスタジオの近くにやってきた。だがどこにあるんだ、全然わからねえ。俺様迷子だ。さすがの童貞悪魔荒北仮面さんも今日の雨で風邪をひいちまいそうだ。愛しのマノユリアちゃん、一体どこにいるんだ。俺様の心を温めてくれ。もし会えなかった時は家に帰って黒糖生姜湯で体を温めることにする。お、あそこスタジオジャスミンって書いてる、ここか。よし、3分待って会えなかったらバーガー食いに行くぞ。ここにしようか、最初に気づいたところだから。大丈夫、食べた。トランプか。こうやってる、こうやってる。そんなわけでマノユリアちゃんに会うべくスタジオ前で3分間待ち伏せしていたんだが、とうとう会えなかった。そして腹ペコの俺たちはしびれを切らして A5 ランクの和牛バーガーが食えるカフェユーロへやってきちまった。俺様はダブルバーガー1480円を注文。なかなかジューシーで美味しいんじゃない。秋葉原へ訪れた際はぜひ貴様ら貧客庶民サイクリストも食べてみろ。俺様のおすすめだ。結局職務質問されることもラファエルって呼ばれることもなかった。秋葉原のオタクさんたちは俺たちみてえなドキュン底辺 YouTuber に興味がねっつことが分かった。じゃあまた会おう。さらばだ。